皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。はい、楽天の出店数について、ずっと定点観測を続けてきましたが、今回ですね、ちょっと発表が遅れましたけど、8月にですね、楽天さんの第2四半期の、決算がありました。決算があってです、その時に、改めてですね、今回出店数の減少っていうのを認めた形になるんですけど、ちょっと表現方法が変わって面白かったので、今日はそれを紹介したいと思いますが、まずですね、ちょっと前回どこまで行ったかって話をしたいと思いますね。こちらご覧ください。はい、これ前回のですね、私の YouTube の動画のところにあるスライドを見てもらってるんですけど、これ決算の資料そのままなんですが、決算の資料で、この出店数の推移っていうのをグラフに表示してたんですけど、このグラフを今回廃止したんですが、なぜかっていうですね、このグラフが初めてですね、今回、微減なんですけど、少し減ったんですね。これ 41,996 から945ということで減ったんですよ。減ったんですが、一応ですね、グラフ上は減ってるんですけど、表現は前年同期比プラス 1.9% ということで、増えてるっていうことで、ごまかした表記にはなってるんですけど、減ったのは確かなんですよ。だけど、今回また減ってると、ちょっとね、見た目的に良くないので、グラフを変えたんですね。で、今回の資料をちょっと見てもらいたいんですけど、これが今回の資料なんですね。今回の資料を見ていただくと、ここに国内 EC 流通総額とか楽天市場店舗数みたいなのが、見えますかね、こんな感じで出てるんですけど、この下のとこに、見ていただきたいんですね。ここ。楽天市場出店店舗数っていうのは、グラフではなくて、こういう表になってですね。2012年6月は 39,809 でしたと。13年6月は 41,628 でした。今回は 41,817 ということで、ちょっと増えたよっていう表記になってるんですね。でこれ41,817ということは、実はね、減ってるわけですよね。で、もう一回別のグラフを出しますけど、前もですね、これお伝えしましたが、こちらですね、2月からずっとこうね、僕が調べてるやつに、出てる通りなんですけど、ちょっと待ってくださいね。こんな感じかな。ここに出てる通りなんですが、今ですね、41,817という数字が出たんですが、ここにありますように、8月1日はね、データによると46,600になっていて、あそこの決算の数字と、この表に出てる数字がちょっと合わなくなってるんですけど、41,817という数字はね、減ってるんですよ。減ってるんだけど、そう書けないので、今回ですね、同期比だけ、去年と比べただけっていうことで、表現をちょっとごまかした形になりました。で、これをね、1年間続けるわけにいかないですね。だから1年後にちゃんとこれが維持してないと、ますますやばくなるので、楽天さんも今必死になってるんじゃないかと思いますけど、相変わらずですね、楽天さんの出店数が伸び悩んでるっていうのは、ここ進んでるようですね。で、本当にですね、ヤフーショッピングが、データによると13万店舗、今回出てるらしいんですけど、楽天さんが伸び悩むですね、これからもう一個大きい壁は、この秋にですね、LINE モールがいよいよオープンして、企業向けの出店も OK になってくると、おそらくね、無料でやってくると思うんですよね。そうすると、ますますですね、厳しくなるのかなっていう気がしていて、まあ本当にね、今年踏ん張りどころじゃないかなということで、これからもですね、ちょっと定点観測を続けてみたいと思います。はい、ということで今日はですね、ちょっと遅くなって申し訳ありません。8月の頭にね、決算で発表になりました、第2四半期の楽天さんの決算資料から、やはり出店数が減少して、今回グラフを廃止して、なんとかね、逃れてるというところまでお伝えしました。ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。